サンタマンイコールスーは、フランス、奥下に地域圏、タルヌ県のコミューン。古くはその名を、サンタマンイコールラバスティットと言い,い、この地で生まれた、フランス大元帥、スール島をたいたて1851年に、現在の地名に改称した。県南部にある、サンタマンイコールスーは、トレ川谷に位置している。トゥールーズとベジエをつなぐ道路の中間に位置している。 オーラングドック地域圏自然公園の心臓部にあたり、北のラコーヌ山地と南のノワール山地に挟まれている。この地方は中央高地の南側を占める。村はトレガワサガンにある。19世紀終わりから20世紀初頭にかけ、繊維産業の主な活動を含む産業革命の中心だった。18世紀建設のノートルダムド・ラソンプション協会とノワール山地かつて、 サンタマンは、ノワール山地の麓、トレガーウガン沿いに唯一あった、手重地だった。一握りの住民たちは、領主の後ろ盾から外れることを熱心に望み、1225年に、トレガワ対岸に、バスティットを建設した。こうして誕生した、サンタマンイコールラバスティットは、フランス王権の直接試験をいただく、自由都市であった。すぐに、新たな市街は、 城壁で囲まれ、ここが一般的にサンタマン・ビラ・マンドルと呼ばれた。対照的にトレガワウガンにある元々のサンタマンはビラ・マジュと呼ばれた。ビラ・マジュは現在のサンタマンイコール・バルである。サンタマン・ビラ・マンドルの創設以来、フランス王はこの町の最高位の絶対君主であり、ラングドックにおける拠点の一つだった。ヨグノー戦争さなかの1572年、 サンタマンの人々は2杯に分かれて4日間戦い、新京都が町を制圧して13世紀建設のカトリック教会を破壊し、1581年にプロテスタント教会を建設した。しかしながら、教会は100年後にノートルダムドラソンプション教会の名でカトリック教会として再建されている。13世紀以来の首労はよく保存され、この時代の地方建築の恒例となっている。 二世紀にわたって断続的に続いた紛争の時代の後商業が発達しサンタマンでガラス製造が登場したガラス製造は最初にノアール産地のふもとに根を下ろした木材や二酸化ケイ素といったガラス製造に不可欠な基礎素材が提供されたからであるこうした職人たちはコミューンの土地に活動の貴重な証拠を残していった実際に 17世紀に遡るというガラス炉が今も見られる。稀で貴重な文化遺産の修復事業は2002年に始まり、現地協力者たちの手で続けられている。1806年、タルヌ県知事、ギャリタンシャクが2つの村、トレ川両岸に対峙するサンタマンイコールラバスティットとサンタマンイコールバルの合併を提案したが、2つの自治体は合併を強固に拒否している。 参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。